放送席、そしてライオンズファンの皆さん、今日のヒーローはサヨナラヒット脇谷選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。全身びしょびしょですね。そうですね、気持ちいいですね。ノーアウト満塁、フォークが2球続いた後のストレートでした。打席の中でどう考えてましたか？そうですね、小さくコンパクトに打とうと思ってました。ボールが抜けた時どんなことを思いました？いや、このところね、サヨナラ勝ち多いんで絶対僕で決めてやると思って、抜けた時はすごい嬉しかったです。7月に入ってこれでチームとしてはサヨナラ勝ち3試合目になりました。そうですね、こんな遅くまでファンの皆さんが応援してくれるんで、選手もなんとかと思ってやってるんで、これからも応援よろしくお願いします。あの5月には負け越しの数が最大15まであったんですけれども、それが1桁まで減ってきました。選手はあまりそういうことはあまり考えてないんで、目の前の1試合1試合をね、勝つことだけを考えて、やってるんで、これからまだまだいけると思います。脇谷さんにとってはこの西武というチームでまた新しいプロ野球人生が今年スタートすることになりますけれども、今年にかける思いというのはいかがですか？移籍1年目ですけど、何度かあのチームに貢献して、脇谷っていう野球選手をね、まだまだたくさんの方に知ってもらいたいんで、これからもまだまだ頑張っていきたいなと思います。もうこのヒーローインタビューに出てくる時からライオンズファンの皆さんから本当に大きな脇谷コールが起こりました。そうですね、すごいありがたいですし、また明日からもね、必死に頑張っていきたいと思います。遅くまで残ってくれたファンの皆さんに、いつも遅くまでありがとうございます。選手もこれからまだまだ頑張りますんで、もっともっと熱い応援よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。今日のヒーロー脇谷選手でした。延長12回サヨナラヒットを打ちました移籍1年目の脇谷。水間さん、今のヒーローインタビューどうお気になりましたか？いや、俺が決めてやるっていう言葉がねやっぱり強烈でしたね。はい、しかも満塁ですからね、自身としてももう一回よく行けたメンバーあったかもしれませんね。はい、そうですね、俺が決めてやるってなかなか決まらないけども、はい、決まった時はやっぱり快感ですよね。そうですね、最高に幸せじゃないですか今はね。はい、今日も長いゲームになりましたが、移籍のこの脇谷が決めるというゲームになりました。今日はホームランで1点ずつを取って、そして最後はタイムリーヒット、鮮やかなこの脇谷のサヨナラヒットでした。先ほどインタビューでもありましたが、これで借金が再び9に減ったという埼玉西武です。一方の敗れたホークス、失礼、バファローズは今日ホークスが勝ったため再び2位に転落しています。今脇谷が、最後まで残ってくれたファンに挨拶をしたところです。7月に入って3度目の、はい、サヨナラゲームという埼玉西武、こういうゲームが続くとまたチームとしてもいい形で、松島さん、本当に粘れば勝てるっていうね、ファンもそうなんですけども、はい、なかなか帰れないですよね、こういうゲームをやってるとね。そうですね、最後の最後で、サヨナラ勝ちが見れると思うとね、はい、